チェロとピアノ音の長さ対決ね、うん、ピアノって何秒ぐらい音を出し続けることができる、うん、どうだよね、チェロだと、うん、弓のスピード次第じゃないの？音をこう綺麗に出し続けるっていうのが結構難しくて、そうなんだ。チェロはでも減衰しないのがピアノと違うところで、ああ、ね、ピアノはこうだんだん減衰するけど、うんうんうん、チェロの価値だね。なんじゃそれ。